でもみんな今それできてからそうやってね、うん、やらなくねや。手ぬぐいはこっちね。手ぬぐいは懐。あ、ここや。懐。それではよろしくお願いいたします。そのよ、その吉よ。へえ、旦さん、お呼びでかいな。お前に一つのお使いを頼みたいんや。この手紙をな、平川町の平林さんに届けてほしいんじゃ。旦さん、お使い行くのが嫌やから言うてんのとちゃいなけどね。今時手紙ちゅうたら切手を貼ってポストに入れたら郵便屋さんもちゃんと届けてくれるんとちゃいまか。そんなことぐらいお前に言われんでも分かってるわい。急ぎの用事なんやて手紙を届けてな、その場で返事をもろてきてほしいんじゃ。へえ、わかりました。ほな行ってまいります。あ、旦さん、今風呂火入れたとこだね。風呂沸いたら行ってきますさ。今も言うたやろ、急ぎの用事なんやて。風呂ぐらいわしが見といてやるから、今すぐに行ってきてくれ。へえ、ほなら頼んます。旦さん、風呂沸かすっちゅうたらな、難しいんでせ。沸いたなと思ってもそこの方水出たらな、そのまま入ると風邪ひいてまいまんねん。しやけど沸かしすぎてまうと薪も水ももったいないちゅうても、おかみさんからおくごとくらいまんねん。ほんまにお願いしますわ、旦さん、風呂沸かすっちゅうたら難しいんです。ところでどこ行ったらよろしゅうまっか。平川町の平林さんやがな。え、わかりました。旦さん、風呂沸かすって言うとほんまに難しいんですね。沸いたなと思っても、そこの方水ですからな、そのまま入ると風邪ひいてまいまんね。しやけど沸かしすぎてまうと、またおかみさんからおこことくらいまんね。ほんまにお願いしますわ、旦さん、風呂沸かすってのは難しいんですね。へで、どこ行きまんね。平川町の平林さんやがな、そこに宛名が書いてあるやろ。あ、ほんまや。なんや書いておまんな。しやけどわてな、自慢やおまへんねんけどな、先祖代々字が読まれへんちゅうてもう有名でおまんねん。そんなことが自慢になるか。弱ったな、字が読まれへん上に物忘れが早いと来ているか。どないしょう。お、そうじゃ。先方へ着くまでの間な、平林さんと口の中でブツ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 言いながら生きなはれ。そしたらな、さすがのお前も忘れへんじゃろ。へい、わかりました。ほな行ってまいります。平林さん、お風呂しっかり頼んます。平林さん、うちの中では言わんでもいいんじゃ。平林さん。あ、外へ出たで。陽気の人がいてはる。あっちから来るのも平林さん、こっちから来るのも平林さん。あれ、あの平林さんえらい器用やな。自転車でおそばの出前してはるで。あ、猫の平林さんがお魚くわえて走っていく。あとから平林さんが追っかけてはるでと思ったら、サザエさんや。あ、あそこに綺麗なお姉さんの平林さんが立ってはんで、誰か待ってるみたいやな。デートかいな。お、えらい人相の悪い平林が来よったで。ああ、手つないでいてもだがな。ピピピピピピ、信号が赤だよ。危ないじゃないか。あ、おまわりさんの平林さん。本館は平林ではない、富田林だ。それより皆さん、信号が赤だよ。赤信号では止まる。道路を渡っちゃいかんぞ。
赤止まりの青歩きだ。わかったか。赤止まりの青歩きでな。そうだよ。心配だな。もっと言ってみなさい。赤止まりの青歩き、赤止まりの青歩き。その調子だよ。しっかり覚えていきなさい。よし、行ってよろしい。赤止まりの青歩き、赤止まりの青歩き、赤止まりの青。なんて読みやったっけな。どないしょう。あ、そうや。道歩いてる人に聞こう。あっちからお姉さんがやってきたで。聞いてみようか。お姉さん、お姉さん、この手紙なんてな、読んでほしいんですけど。まあまあ、これですか。平という字に林って書いてありますね。平林って読むんですよ。ありがとうございます。平林さんですね。平林さん、なんかちょっとちゃうような気がするな。他の人には聞いてみよう。あ、あっちからお兄さんがやってきたで。いきなんちゃやな。聞いてみようか。お兄さん、お兄さん、この手紙なんてな、読んでほしいんだけど。ああ、これけ。大工のさすけに任しとけ。平屋建ての平に林業の林やんけ。平林と読まんけ。ありがとうございます。平林さんですね。平林さん、ひらりらりらりん。こんな軽い名前じゃなかったな。若い人に聞いたさかい、あかんかったんかな。今度は年上の人に聞こう。あ、あっちから立派なひげのおじいさんがやってきたで。聞いてみようか。おじいさん、おじいさん、この手紙なあてな、読んでほしいんだけど。おお、これかいな。何？教えてもらったけど違うような気がする。うん、で、お主は字が読めるか。何？全然読めない。読めるか読めないかでな、教え方は変えなきゃいかんからな。こういうものな、いっぺんに読んではいかん。バラバラに読むのがコツじゃ。一応書いて八、それに十たるだろ。で、木材の木が二つだ。だから一、八、十の木木と、こう読むんじゃな。ありがとうございます。一八十の木木さんですね。一八十の木木。こんな毛深い名前とちゃっかったで。通りすがりの人に聞いたから、みんなええ加減なこと言いよんのかな。せや、今度はうちの中にいる人に聞こう。あ、あそこのタバコ屋におばあさんが座ってはる。聞いてみようか。おばあさん、おばあさん。はい、はい、はい、お使いでこ。どのタバコがよろしおまか。ちゃいまんねん、ちゃいまんねん。タバコとちゃいまんねん。この手紙を読んでほしいんですわ。あは、手紙かいな。うん。ちゃいまんねん。中身とちゃいまんねん。宛名読んでほしいんですわ。宛名だっか。うんうん、何人かの人に教えてもろたけど違うような気がする。うんうん、最初の人が平林、次の人が平林さんで、今のおじいさんか、180のもくもくさん。飽きまへんな。色気がない。色気なんか一じゃなくて一つ、八じゃなくて八つ、十ではなくてと、木ではなくて木。一つと八つでと、木、木と、こう読むんですよ。おおきにおばあさん、一つと八つでと、木、木でな。一つと八つでと、木、木。一つと八つでと、木、木。
こんなもんじきみたいな名前とちゃったかな。どないしょ、コロナってきてもたがいな、えらいこっちゃ。あ、そや、こうやって手紙を出しながら全部つなげて言うても、ほんなら誰か教えてくれるかも分からへんな。よし、もうやけくせや。タイラ林かヒラリンか、180のもくもく、一つと八つでとっきっき。タイラ林かヒラリンか、180のもくもく、一つと八つでとっきっき。なんかおもろなってきたな。タイラ林かヒラリンか、180のもくもく、一つと八つでとっきっき。うわ、ようけ子供がついてきよったで、ちゃうんやで、これは祭りとちゃうんやで。平林かひらりんか、180のもくもく、一つと四つでとっきっき。平林かひらりんか、おい、もうあっち行ってくれや、難儀やな。平林かひらりんか、180のもくもく、一つと八つでとっきっき。おい、なんや、やかましな。あれ、あれ、定吉ちゃんけ。おい、定吉、どないしたんや、これは。ああ、源さん、この手紙の宛名が読まれへんで困ってまんねん。おい、定吉、これは平林やんけ。ああ、また一つ読み方が増えてもた。お後がよろしい。はい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 。面白いですね。今回一回も紙芝間違わずいけましたね。あ、そうですか。ね、家でよう間違うとって。一回も間違えと止まった足元もなしに最後までいけました。でもちょっとおかしかったとこはありますけど、自分なりに聞いてて全然わかりません。このうちは、え、このうちは誰かがやってあったんですか。なんかあの、もらったのあやつに、なんかいつ名前を挙げてもらった。うん、一番このうちが好きです。面白いですね。うん、なんかいいと思います。字違いとか言うよりこれがいいかな。うん、ああ、ねえ、かも、いいです。ただ、あの、白木さんも受験はし、この平林やし、まあ、間に福鍋が一つ入んねんけど、うん、近いのはどうかなと今、まあ、聞きながら思ってんけど、間、福鍋入ったらいけるかな。同じじゃないですか、人の名前の話。ジュゲームと平林、はい、まあだからそれがちょっと出番、まあ今続けて聞いたらね、ああ同じ感じやなと思うんだけど、間に福鍋が1個入るんです。あ、それやったらこの出番でいけるか、ひょっとしたら白木さん前半に入った方がええかと今ちょっと思ってんけど、皆さんどう思いますか。大丈夫ですかね。これ僕らやけど、あの僕らが考えることで、あの話し家が同じようなネタを続けてやらないとかいうのが、うん、暗黙上のルールで僕らはあるんですよ。あ、もう同じネタじゃなくてもちょっと趣向が似てるネタみたいな。で今の受験を通したやらしも人の名前やから話した方がええのかな、どうかなと僕は悩むとかやんけど、ただここはもうアマチュアの発表会なんで、別にそれは気にせんでもええんちゃうかというあれもある。あ、どないです、あの男の人と女の人の演者やし、うん、子供とあれやから、うんうん、なんか違いはなんかあるような気がしますね。そうですかね、うんうん、そんなに普通のお客さんが見ててあまり違和感感じんかな。で違う二人出てくるんやないし、うん、で違う感じやから、うん、あの小豆さん個性あるから、うん、別のもんやから、うん、トップに行きましょう。トップ僕がトップに行くと二つ間に挟んで、いやいやトップはね、その初手に両方とも発展にトップで始まろうと思ってます。はい、わかりました。うん。だから、まだこれに行こうか。はい。ね。はい。ありがとうございます。ダックネさんが欠席したときは前半4人やなとか思ったりね。ああ。うん。まあ、動かせるのはもう白木さんぐらいです。まあ、どちらでも僕は。どちらでも。はい。
すいません。あ、ごめんなさい。でもこれで行こう。最初の通り。